田中康夫のだから言わんこっちゃない、ボリューム33、This is 敗因、一文字抜けてませんかと題してお届けをいたします。東京都議会議員選挙の結果はもう皆様十分ご存知でいらっしゃると思います。で、これに対してですね、元防衛大臣のですね、中谷元さんがですね、This is 敗因だということをおっしゃって、これがメディアで報じられました。まあ、簡単に復習をすると、This is の T はですね、違うだろうってことでですね、トヨタ舞子様でございますね。そして H がですね、加計学園グループからお給料をもらっていた内閣官房副長官で内閣人事局長の萩生田光一さんということであります。で、I はですね、これはフランスのルブタンのお靴が大好きな稲田朋美さんということなんでございますね。そして S が下村博文さんということで、これも加計学園のお金を文部科学大臣の時にもらってたのではないかという職務権限が問われています。でもですね、これ This is 敗因の間にツイッターってのはなかなかすごいなと思うのはですね、私がフォローしてる人がここに1文字加えたんですね。これが This is 敗因っておかしいんじゃないの？ This is the 敗因とか、あるいは定冠詞がつくんじゃないのってことで、This is a 敗因。つまりこれが安倍晋三さんではないかというお話で、まあこれはご存知のように秋葉原でですね、こんな人たちに負けるわけにはいかないっておっしゃったと。まあ相変わらず私や狭窄なネトウヨの皆様はですね、あれはごく一部の人だと。なるほど、確かにですね、弾幕を持ってきた人たちはですね、まあ10人とかそんなもんであったかもしれません。けれども私の知り合いで、それも保守系の雑誌の編集者がですね、街頭演説が終わった後に電話をかけてきて、いや、SP が日の丸を配って、SP が日の丸配るってのも変な話なんでございまして、自民党職員ではなかったのかどうか未確認でございますけども、日の丸をもらって見てたような人、あるいはペデストリアンデッキの上でこうやって見ていたような人たちまで最後は同じ声を出していたんだと。まあこれに対してですね、むしろこんな人たちと指を指したのは全く常識的な範囲だという会見もありましたけれども、やはりこれは This is a 敗因だったのではないか。私はまあ、安倍さんに関しては以前から横綱相撲というものをリーダーは取るべきなんじゃないかってことですね。心の中ではいろんなことを思ってたとしてもですね、やはりそれをぐっと噛み込んでですね、お話をするということがリーダーででなければ、たみしんなくば立たずになってしまうということなんでございますけど、まあ、稲田朋美様、もう稲田様に関しては前回も話しましたけど、やっぱこれすごいですね。2011年に、市川康夫さんというのが当時、民主党連立政権で防衛大臣だった。で、まあ、この人に対して彼女はこういう会見を、予算委員会でしょうかね、言ったんですね。防衛大臣、あなたは自分の役目が分かってますか？あなたの役目はこの国を守ることであって、あなたの身の保身を守ることではありませんよ。いい加減にしてくださいよ。部下に厳しくて自分に甘い。決して責任を取らない。不用意な発言が多すぎる。全く理解できません。ということを2011年12月5日に言っているので、ほとんどなんかルブタンの靴がそのままブーメランで戻ってきちゃったような感じでございます。ましてやですね、その時に、まあ、野田佳彦さんというですね、A 級戦犯の方が総理大臣だったんですけど、この方にもですね、質問していて、総理は市川康夫防衛大臣を更迭しないで、市川大臣を守るおつもりですかということを言ってらっしゃるという、まあ、一説にはですね、防衛大臣の次は外務大臣を私はやりたいんだっておっしゃって、周囲が全くのけぞってしまった。ということなんでございますけど、本当に現場で働いてる職員の人、職員というか自衛官の人というものにとっては踏んだり蹴ったりであろうと思っております。まあそういう中でですね、何か逆に矢継ぎ早に、まあ勢いというのは大変なことでございまして、勢いがないとなかなか、同じことを言っても伝わらないんですが、まあ憲法改正というものを臨時国会で出していきたいというお話なんでございますけど、これはまあ、はっきり言って連立を組んでいる公明党の方々もですね、山口那津男さんも、まず先に経済じゃないか、まあ、経済がどうかということもまた次回お話をいたしますけれども。ところで、この今までの憲法9条の1項、2項はそのままにして、3項で自衛隊を明記するっていうのは、これはもう論理矛盾になってしまうんですね。
だって2項のところとその3項がどうなるのか、まさにこの科検という話ではなくて、まあ、今月の、外事で浅田彰さんと、東博樹さんとの言論カフェの公開対談の内容が載っておりますけども、ここでまあ最後憲法の話になったんですが、私が申し上げているのはですね、憲法9条の1項、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄すると。こういう文章がありますけど、まずその前に、我が国は専守防衛であると。自ら人を殺しにはいかないんだということをですね、書いた上で、この1項のところをですね、きちんと整合性の取る形にすべきじゃないか。そして2項に関してはですね、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないというのが現在の2項ですけども、私はむしろここにですね、1項で専守防衛と書いた後に、国内外における天変地異の際、人命救助とライフライン確保のためにいち早く駆けつける、カギカッコサンダーバード隊の規定に差し替えるべきなんじゃないかというふうに思ってるんですね。このことが専守防衛であり、そしてサンダーバード隊である。別にこのまたサンダーバードっていう言葉を、金持ちの慰み者がサンダーバードじゃないかなどというですね、変幻節句を捉えるようなですね、皆様がいらっしゃいますけど、そうではなくて、私は人を殺しに行くのでなく、人を助けに行くという項目にするべきなんで、このあたりはむしろ公明党の方もきちんと申し上げるべきなんじゃないかという気がいたします。まあ、いずれにいたしましてもですね、This is a 範囲になってしまって、今後どのようになっていくのか。でも、早い話が、安倍さんのですね、慎太郎さんというお父さん、そしてその慎太郎さんのお父さんの安倍博さん、菅さん、安倍菅さんという方はですね、ご存知のようにですね、腐敗撲滅ということをおっしゃって、東京大学を出て、最初国政選挙に出て落ちられて、村の村長をなさって、もう一度出られた。そしてこの方はですね、体制翼賛会の形はおかしいということで、斎藤隆夫とともにですね、反旗を翻し、そして体制翼賛会の非推薦議員でありながら、兵庫県の伊豆市出身の斎藤隆夫と同じようにですね、多くの人々が支持をして当選される。残念ながらその後、まあ、病気で急逝されてしまうわけですね。おそらくその安倍さんの中の DNA にある安倍博、安倍菅さんというものはですね、富国強兵ではなく、富国裕民という、石橋湛山と同じ志でもあるわけですね。まさにその経済が大事だというならば、その経済が、国境なきですね、企業のようなものを潤わせるような、鍵括弧付きの視野が狭い新自由主義経済なのではなくて、まさに富国裕民という、一人一人まっとうに働き学び暮らしている人々がですね、程よい豊かさになり希望を持てる、そのことによって国が富むという形にですね、もう一回初心を改めるべきなのではないか。それでこそですね、横綱相撲としてですね、再び多くの人々に期待を受けるのではないか。それを This is a 範囲と呼ばれている今日ですね、改めて私は富国裕民こそですね、日本の豊かさだということをお伝えいたしたいと思います。ボリューム33でした。